皆さん、こんにちは。ガミゴードです。まあ、みんなもう知ってると思うんだけど、ライブ、生放送中、ライブ配信で、やっと YouTube に認められて、これからこのチャンネルでちょっと稼げるようになりました。まあ、スーパーチャットも、できるし、動画に広告もつくことになったし、また一つの目標が達成しましたんで、ありがとうございます。ありがとうございます。で、やっとスパチャとかできるようになったから、もうちょっと頑張って面白い動画作らなくちゃっていう気持ちがあって、これからももう本当にみんなが見たくなるような動画作っていくんで、待ってるよ。だけど今日は忙しかった。今日は忙しくて、大した動画作れないけど、もう8時だよ。もう8、もう本当はお昼前に動画作って、編集してあげるんだけど、もう8時で、ちょっと寂しかったから、やっぱ動画作るかと思って。だから今日は大した動画じゃないけど、ていうか、今日は大した動画じゃないって、毎回言ってるよな、俺。ダメやな。まあ。今週は結構路上ライブで忙しくなる。まあでも今週は、12月はクリスマス前でみんな買い物してるんで、路上ライブで稼ぐ時期なので、今週はちょっと路上ライブで忙しい。それでも頑張って、動画撮るんだけど、まあ、路上ライブ頑張りましょう。路上ライブが稼ぐ時期なんだから、まあもちろん路上ライブしたい人が増えて、それで結構喧嘩になるんだよね、みんな。俺は先週の土曜日になんか他の人たちとめっちゃ喧嘩しとって、やだったな。なんかゴードはなんかルール守っていきましょうっていう立場で、喧嘩してる相手はなんか別にそんなくだらんルールいらんじゃん。もう適当でいいみたいな感じで、それでちょっと、喧嘩になって、で、ロシア人が来て、ゴードの味方になった。いやいや、ゴードが言ってることが正しいと思うよって、ロシア人が冷静に言ってきて、はぁと思って、いやいや、嬉しくない。味方になってくれても嬉しくない、それは。と思って、しかも、なんか、そのロシア人が、ゴードの側に来たから、一瞬にやっぱ俺の方が悪いかと思った。俺の意見にそのロシア人が同感だったら、やっぱ俺が悪いかと思って。まあ大変だけどそれは仕方ないよね。みんな必死でお金稼ぎたいんだよね。そして昨日、本当にファンになったかわかんないけど、女子高生をファンになってもらった。日本人の。いつも、路上ライブするとこ、ピットストリートモールでもう待機して、待ってたら、めっちゃ隣に、6人ぐらいの、日本人の、女子高生が座ってきて、めっちゃ喋ってて。で、普通は俺もう、そんな、俺が日本語喋れる、だからって、なんかその無理やり声かけることはないなと思って、もうちょっと、黙ってて、何もしてなかったけど、やっぱ暇すぎて、やっぱ声かけてみようかと思って。最初はなんかなんか英語でバイリンガールっていう YouTuber してますかって聞いて、みんな知らないって言った。でもヒカキンもしてるよって言われて、そっちかって思って、なんか、なんちゃらなんちゃら社長とか、そういう YouTuber してるってみんな言ったんだけど、バイリンガールは知らないって言って、でもまあそれから YouTuber についてとか話したりして、でやっぱ女子高生とかなんか若い人たちは結構 YouTube 見る、なんかテレビより YouTube 見るかもなと思って、まあバイリンガールは知らんかったけど、それ以外も結構みんなしとったし、そして俺も YouTube やってるんですけど、まあよかったらチャンネル見てくるよみたいな言って、まあ楽しかったけど、なんかいけないのかな、なんか上司なか、もうみんないい子で、ゴードはずっとニコニコしたって、なんかちょっと嬉しい時間だったから、後からちょっと反省した。もう俺28歳で、もうなんでこんな女子高生と話すだけでこんなニコニコしてくるんだろうなと思って、
もう、俺の可愛い婚約者たちは家で泣いてるなと思って。それはちょっと反省したんだけど、まあ、反省したんだけど、またピットストリートモールに女子校が行ったら、絶対に声かけると思った。ごめん。でもまあ、そういう話あった、昨日。でも、ピットストリートモール毎日ぐらい、毎日ぐらい日本人の学生は来てる。だから、普通は声かけないけど、昨日は特別に声かけてやって、で、ファンになってくれたかわからないけど、まあ一応、ツコミゴールドとかドラムの方でも検索してくれば俺出てくるんで、後からなんか見てくださいね。コメントしてくださいとも言ったから、本当に来るかな。あ、そして、最後に車のブレーキパッドを直せた。あー、やった。なんか、まあ本当に地味なことなんだけど、ブレーキパッド、車のブレーキパッド本当に地味なことで、でも前お金なくてできなかったから、もうやっとできたんで、それは嬉しいよな。で、明日は早起きして、路上ライブの場所取りしに行く。もう大変だよ、もう朝早いし。でも頑張る。そして最後に、もう本当に今年も、動画見てくれてる人たち、本当にありがとうな。本当になんか楽しい。なんか YouTube 楽しいよな。じゃあ、待ってねー。